プティロデスは、新生代、赤新生の北アメリカ大陸、ヨーロッパに生息していた、絶滅哺乳類。哺乳高移住アコータオカハモクプティロデス科に属する。学名の、タイロアハネ、オデスはハを意味する。東道長15から20センチメートルほど、尾を含めた全長は、約50センチメートル。粉全部の、長く伸びた摂氏と大型の小球子を備える。 この小球子は、複雑な腕を備え、食物をすりつぶすのに適していたと思われる。体にひしながよ、物を握ることができる構造の親指、かかとの骨の自由度が大きいなど、樹状性の動物の特徴を備えていた。しかし足裏行性であり、獅子の骨もタンコールるいは中性代の、獣弓類のように、繁直率に近い形態であることから、 動きはやや臨床性に欠けていたと思われる。蒸気のようにこの生物は樹状性であり、その生態はリスに似ていたと思われる。その歯は好みなどを砕くのに適した形態であった。しかし、後発のパラミスなど月種類も同様の生態であり、より活発であった。おそらくプティロドゥスは彼らと競合の結果、姿を消していったと思われる。漫画、エデンの檻に登場。 主人公、戦国明から変なリスと評されている。人間によく懐く性質であり、初期は登場人物らと行動を共にしていた。ありがとうございます。